ばんは。こんばんは。どうもです。ピースで始める。こんばんは。そう、早く配信しようと思って配信を早くしました。こんばんは、朝日さん。こんばんは。ケロパンダさん、初見ありがとうございます。目元そんな嘘。今日ガーリーですか？そうですか？本当ですか？インスタのストーリーに載せたやつ食べた。フィアース・ケイト・スペイド。そう、今日ミリニャとお出かけしてた。全通の余韻から抜け出せないって。ない。そう、なんかチキンはちょっとあの高カロリーすぎるのでやめました。今ね、バランスボールでね、足もね、足をね浮かしてる。やった、ショールームマイブーム。リオちゃん嬉しい。チキンも食べたかったけど、ちょっとね今ねツアー中ってね、正直食べちゃうんですよ。動いてるからいいやって思うし、差し入れとかもあるしで食べちゃうし、だからちょっとやめといた。ちょうどいいタイミングでした。よかったです。マリンちゃん、嬉しい。バランスボール。そう、お腹すきますね。最近毎日見てます。ありがとうございます。ヒカルさん。バランスボール始めて1ヶ月ぐらい経った？まだ？もうちょっとかな。ごめんね、私罪な女でマイクを独り占めにしたり、ミーネを独り占めしたり、ごめんね本当に。申し訳ないと思ってるんだよ。いやー、ごめんなさい本当にね。ねえ、ほんと全くね、ほんと罪な女だ私は。そうです、そうです。いやー、すごい申し訳ないなーって思ってますよね、ほんとに。独り占めよくないよね。ごめんね。別にとか言ってみんなそうやって、実は内心ずるいって思ってるやろ。知っとるよ。たらしだ、たらしだ。竹若丸さん、こんばんは。自分で言ってくスタイルです。あ、村藤さんだ。やっほん。ニコラブちゃん、最近チューしまくりとうとや。仕事頑張って、ミリオシのぼっちさん。たったら1ヶ月経ったバランス、すごいね。よく知ってるね実寸。チューブームってやばい。まおちゃん、こんばんは。あ、さすらいさん、やっほん。仕事はしおぴん、お疲れ様です。バランスボールには立てない。私サーカス団の人じゃないから。のんちゃん、インフルエンザかかったの。お家でゆっくり休んでね。こぎ、お仕事頑張ってん。かおるちゃん、かおるちゃん、まおちゃん大好き、ありがとう、嬉しい。
あと何回寝た？17日、ね、今日が14でしょ、14今日寝て15の夜、16の夜寝たら3回かな。あと3個寝たらだよ。イエス、今夜マヨラボミーヤとの会。しかもマヨラボの日私この服着てた。ゼップナンパ最強に楽しかった、お疲れ様。キャンさんありがとうございます、ありがとうございます。あんなエネルギー、エネルギーチャージ。ヨッシーさん、アイカちゃん、さあの日ヒカルちゃんかな、赤リンゴ。やば、ツアーの日イコール学校サボる日。おサボってイコラブのツアーだ、イエーイ。りょうさん嬉しい、そんなん言ってくれたら。そうですね、今日はまあそう、もともとミニアとね今日はご飯行く約束をね、まあしてたので、そう、それでね、最初は昔はなんかチキンを一緒に食べに行きたいっていう話をねしてたんですけど、なんかやっぱツアー前だしちょっとねってなって、2人ともで、じゃあ罪悪感ないもの食べようってなって、そう、あのしゃぶしゃぶに行ってきました。ピアスです、アンナは。そうそう、ヘルシーでね、なんかインスタのストーリーに載せてるんですけど、しかもお肉を2人でなんかね、普通のお肉っていうよりなんかめっちゃ量が多めのお肉を頼んだんですよ。なんかね、もう大盛りみたいな、特盛りか、もうサナツンの大盛りじゃないんですけど、大盛りか特盛りかみたいなやつをなんか頼んだんですよ、2個。それでまあ2個お出汁が選べてみたいな感じで、でなんか野菜がおかわり自由だったんですよ。そうで、なんか何だろうなんかね、樽みたいなやつにお野菜が入ってくるんだけど、なんか何回でもおかわりしていいんですけど、まあ、1回そのもともと一番最初に来たやつがインスタのストーリー載せてるやつなんですけど、なんかそこのを全部とりあえず食べたんですよ。なのでもう一回、じゃあおかわりくださいって、野菜お願いしますって言ったら、また野菜が来るんですよ。そしたらさっきとは違う、まあ同じお野菜もあるんですけど違うものとかがなんか入ってるんですよ。でなんか毎回なんか頼むごとになんか中身、根菜だったり全部が変わるんですよね。そう、それで食べるじゃないですか。でその後もなんかもう一回だけ、2回お返ししたから、まあ、計3個食べたんですよ。で次もまた違うものが来るんですよ。そう、野菜が変わるんですよ。なんか最初はかぼちゃだったのが、次はさつまいもになって、次はレンコンとか、そういう感じで、そう少しずつ変わってきたりして、キノコもなんかしめじがあったり、多分舞茸があったりエリンギがあったりみたいな感じで、そう変わっていくんですよ、どんどん。そう、それでなんか3回目のお野菜が来た時に、あのもう一回メニューくださいって言ってでまだ君たち食べるんかって思われるじゃないですか。でまだお肉が食べたかったんですよ、私たちは。だからなんかお肉をもう一回メニューもらったんですよ。でなんかね、ユッケみたいな、めっちゃ美味しそうなね、めっちゃ美味しかったんですけど、なんかね、この見てください、これめっちゃペラペラペラなんですけど、これがなんかユッケみたいなやつで、そう、でもそう、ミーニャがこれ食べたいって言ってて、私食べたことなかったんですけど、このタイプは。でもユッケ最近すごい好きだから食べたいってなって頼んだんですけど、めっちゃ美味しくって、これめちゃめちゃ美味しかったです。そう、それでなんか次店員さんがそのお野菜持ってきてくださった時に、なんかミーニャとね、なんかもともとこんなになんか野菜をおかわりする人いるかなみたいな話しとって、ちょっと聞いてみたいねって言っとって、そしたらミーニャが本当にね、店員さんになんかこんなに
っかりする人いますかみたいな聞いたんよ。したらなんか女性2人のお客様ではちょっと珍しいですねって言われてですよねってなって、まあ野菜だからさ全部全然いいんだけど、そう私最近ユッケにハマってるんですよ。そうそうヘルシーだからまあいいんですけど、全然自分に罪悪感が全く今日はなくってめっちゃ食べたけど、そうしかもめっちゃ野菜をいろんな、ほんまにいろんな種類の野菜を食べて、もうお肉も食べたからもう明日お肌がツルツルだとかってミーニャと言ってたんですけど、そうでもすごいいっぱい食べました。そういや本当にクラブってめっちゃ食べるよねみたいな話をしてて、そうなんと人参が入ってなかったんですよ。それがそれがそうミーニャも人参食べてないんですけど、入ってなかったです。分かったのかな、この顔の2人、この人たちは人参があんま好きじゃないなってもやしもない。なんかねなんかね不思議な名前のわからないお野菜ばっかりでした。多分顔に人参拒否って書いてあったんだと思うそう白菜は入ってるんですけど、ブロッコリーの時もあった。ブロッコリーとか白菜とかなんかほんまになんかいろんな野菜すぎてもわかんないけど、そう有名だと思う。わかんないどうなんだろう。でもランチだからね、別にいつもこうやって外食でランチしてるわけじゃないですよ。最近そういうの載せてるからそう思われがちかもしれんけど、別にあの今回はあのミーニャが3月15誕生日なんですけど、そのこれから3月じゃないですか。でもその一周巻き戻しての3月の誕生日なんですよ今日お祝いしたのは。そうだからそうそう、それ今日は誕生日のお祝いで行くっていう、違うずっと行こう行こうって言ってこの日行こうってなって、あお仕事入ったとかちょっと2人で今いや待って今ご飯食べに行けなくないみたいな、ちょっと痩せなきゃやばい撮影あるねとか、そういうのが全部重なったりしてどん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 こう遅れてようやく行けたんですよ。そうなんですよ、またすぐ誕生日なんですけどねまあそんな感じなんですよ。だからだから別にそんな今日は特別な日だったんですよ。毎日毎日こんなことは全然してませんからね特別な日でした今日は。そうでもすごいね、なんかめっちゃね、なんて言うんだろう、予約してたんだけどめっちゃ個室でめっちゃ良かった。すごい落ち着いた雰囲気でもう2人でテンション上がってた。いいねって言ってで2人で写真とか撮ってって感じだった、うん、山本で予約したよ。だって山本なんていっぱいおるしそう14日空いてるかどうかの動画、そうだよ本当に行ったんだよ。そうだ予約の時の名前を推しにしがちなオタクあるあるだよね。にゃーにゃーで、あ名前はにゃーにゃーでってえってなるでしょ。いやーめっちゃね食べましたね、めっちゃ食べた。アニャの直筆出たりよってレアですね、スイパラさんで。そんなめっちゃいっぱい直筆書いてないですよ。美味しかったです。なんか一回行ったことあるお店で、そうでなんかすごい良かったからみーにゃここどうって言って、そういいねってなって行ったんですけど、すごい良かったです。エマにイコーラブのこと書いた、嬉しい。しゃぶしゃぶ食べたくなってきた本当。そうなんか今日だけ、ね、夜ご飯は
おでん食べようと思ってたんですけど、ちょっとなんかおでんなんかあんまお腹空いてないなってなってやめました。そう、カレーさん、ゼップナンバーありがとうございます。豊川稲荷やんまいの絵も探しに行くたび、絶対見つかんないでしょ。どうやって見つけんの？こんなんしてたら神様が見てるかもしれないよ。危ないよ。初めて千尋ちゃん。どうも。大根ですか？今日でも大根食べたかもしれない。お野菜の中に入ってたかもしれない。ねえユッキ、私も最近すごい好きなんですよね。好きな野菜ですか？キュウリ。キュウリとか。ファンタグレープ美味しいよね。いつもさあれだよね、私って食べ物の話とかしかしてないね。ユッケいろんな種類あるね。そう、いろんなところでユッケあったら結構最近毎回頼んでる。同じ絵馬に同じこと書いてくる。嬉しい、めっちゃ嬉しいよ。そう、なんかお肉のユッケが好き。お肉のユッケ、ユッケってお肉かな、わかんないけど。生肉か。最近すごいハマっちゃって、のんのとさなとご飯行った時に頼んでて、そこで食べてからすごいハマっちゃいました。馬刺し？まだ食べたことない、まだ挑戦してない。そう、でも今日ミーナにも言われた、アンナ最近食べれるようになったもの増えたねってすごい言われて、そうだ、ミーナとその京都でもスタッフさんたちとご飯食べたんですけど、その時もすごい生もののお魚とか結構いっぱい食べて、普通に全然食べられたりしたから、なんか最近なんかすごいいろんなものが食べられるようになって、それをミーナもすごい知ってるから、アンナ最近めっちゃなんかいろんなものをなんかいらないって言わずに食べるようになったって。そう、食わず嫌いから最近脱出してるんですよ。えらい、いい子ですね。そう、最近すごい大人の舌になってる気がします。まあ、すき焼きは食べれるけど、すきや、もともと好きやけど。お酒か。でもお酒もちょっとは飲めるようになりたいんですけどね。そう、なんかしかもさ、どんどんさメンバーが大人になるじゃないですか。でこれからマイカとハナも1月2月で20歳になってお酒飲めるようになるし、でみんなに置いていかれちゃう、どうしよう。でもメンバー同士で飲むとか基本うちなくって、そうイコラブはなくって、あんまりメンバーが飲むとか飲んでるとこそこまで見たことがないから。そうなんですよ。なのでなんかそうどんどんまあメンバーが大人になると、そうまあそういうのもね、そうでもなんか怖いけど、でもなんかちょっとは飲めるようになりたいなってのはあります。そうジュースです。全然言えます。ティティです。ティティです。イベント終わりに絶対飲みに行ってるよ。ファンの方はね結構みんなでご飯行ってフォトイートしてますよね。キヨさん、ミチュからありがとうございます。ミチュの友達です。ライブ後飲酒します。リオナ、指原さんとご飯行った時も、指原さんも全然
飲んでないし、私も全く飲まないかな。ライブ終わりは私たちはまだオロナミン C が美味しいと感じるお口なんですよ。みっちゅ歌うまいよね。そうなんですよ、うまい。初ライブ、ケンタさんありがとうございます。初ライブだったって方何人かいらっしゃる。初ライブでツアーに来てくれるなんて優しい、嬉しいですね。チェキとビール写して反省会。そうなの、知らなかった。知らなかった。初ライブがツアーでしたがって。キャーさん嬉しい。すごい、ミナさんも名古屋ありがとうございます。コラボ沼に完全にハマりました。関係者席いっぱいみたいだね。井上さんがついしてたけど、あー、ハッスルプレスさんの井上智夫さん、浅尾さんって呼んじゃうけど。そう、関係者席パンパンって。そうだから私たちもメンバーも全然あんまり、そう多分呼べないのかな。うん、そこあのめっちゃは呼べない。そう、たくさん来てくださるからね。そう、緊張します。会いに来ていいって。真央ちゃん待ってますよ、もちろん。翔子ちゃんライブ行きたいです、待ってます。名古屋のツアーの筋肉痛、どこ筋肉痛になったの。ね、東京ドームシティホールは結構イコラブメンバーみんなやりたいって言ってる。指原さんのソロコンを見させてもらった時とかから結構みんな言ってます。ファンの方の声援はめちゃめちゃ大事ですね。関係者として呼んでほしいって。ウケる。大阪終わりで声が出ませんってエリ君。たくさん見えましたよ、エリ君のこと。でもそれだけたくさん声を出してくれたってことが嬉しいです。ゆめやくん。ショールーム始めたから見ながら飲んでた。伊豆千代さん、全部東京。待ってます。握手会ね。もう握手会でも言うても終わっちゃうからな。ハスライさんありがとう、大阪まで。フォークたまごさん10個ありがとうございます。この時間見れますか。見れてるから投げてくれてるんだった。客席目あるよ。東京はねファイナルだったりするからね、ありがたいことにたくさん応募してくださって。エリカちゃん琥珀名古屋待ってます。チケットないけど物販だけ行くってありがとね。ぜひ皆さんが物販でこれが欲しいっていうものがゲットできますように。待ってたわ。フォークたまごさん、ありがとうございます。何タワー、フォークさん。ありがとうございます。ありがとう。
あ、遠征中のまだ書いてない、書かなきゃ、後で書こう。ピラタバーです。ポキッて言った。髪巻いてたけど今日めっちゃ取れちゃった。寒いからかな。のんちゃん嬉しい、待ってます。まつげはもう頑張って塗ります。頑張って。イコラブはまつげ命のメンバーばっかりなので、みんなまつげがこうなってる。やっぱグループによってさ、こう結構まつげをあんま上げないこう最近多いじゃないですか。まつげ上げないメイクとかも結構多いんですけど、やっぱグループが、グループがっていうか結構イコラブみんなすごいまつげを大事にしてて、すごいなんだろうな、まつげをこうみんなこう結構上げてるグループなんですよ。だからみんながそうだからもうそうなっちゃってるのかなみたいな、うちのグループは。なんて思いますね。そう、なんかみんながそうだからもうみんなそういう方向みたいな、うん、そうみんな影響されてんのか分かんないけど、あとなんかいいマスカラとかいろいろあったら教えたりそれぞれしたりするし、そうまつげはこうみんな上を向かせてるタイプかもしれない。みんなすごいまつげの時は集中して、まつげの時に来てって呼ばれると無理ってなります。そうそう、ミリナのツイートのマスカラはそう私もね欲しいって思って、そうそうつってそれを今日ミリナと話しとったら、なんか今度使ってみなって言われて、そうだから今度ゼップ東京の日に、わからん時間があったら、いやわからん時間ない可能性あるけど、今度まあいつかそうミリナに借りて一回使ってみなってミリナは言ってくれたから、そうまつげ使わせてもらう。でもあれは結構なんだろう、表参道とかに店舗があるみたいで、そうミリニャのやつはそう、それとかあとなんだっけ、あとネットで買えるって言ってたかな。そうでまあネットだとやっぱ送料とかかかっちゃうからね。そうてか原宿のアットコスメだっけ、なんか新しくさめっちゃ大きいさコスメショップがオープンしたじゃないですか。この前あかりんさんもそこでイベントされてたけど、そこに今日行ったんですよ。え、もうなんか何時間でも入れる、え、超楽しい、なんかすごいですよね、あれ女の子は絶対みんな好きだと思う、めっちゃ。そう駅前のところなんですけど、原宿駅のそうの表参道口かな、あれ何口だっけの方の松本清の近くのとこなんですけど、そう超ねすごいね、1階2階ともうバーってもういろんなプチプラのコスメからデパコスからスキンケアからもう全部もうめっちゃ揃ってて、すごい良かったよ、楽しかった、すごい。そうちょっとだけ買ったけど、そうでもなんかいろいろこう1位とかクレンジングはこれが1位とか、もう1位のものなら何でもいいと思っちゃうじゃないですか。なんか洗顔とかクレンジングとかもう乳液とか全部いろんなものがあって、もう全部欲しいと思った。もうね天国だった、楽しかった。そう見るだけで楽し、見るだけでも楽しいし、そうなんかいろんな情報を教えてくれるから、そう乳液がこれがいいんだとかもう何でもそう教えてくれるし、何でも揃ってるし、ファンデーションとかももう種類がめっちゃあるし、めっちゃいい。
楽しかったです。パックとかもめっちゃいっぱい売ってるし、そうプチプラだけじゃなくてデパコスも売ってるってとこもいいよね。めっちゃすごかったよ。まつげ美容液買いに行く。まつげ美容液もねたくさんありました。本当にそう、東京行った時ぜひ。まあね、どこでもまあ買えるものっちゃ買えるものが売ってあるんだろうけど、でも同じこう一つのお店にあんなにあったりして、そうやっぱすごかったし、あと人がやっぱ多かったですね。そうすごい楽しかった。いろんな種類のがありましたね。いろんなブランドがあった。いっぱい買っちゃいたくなっちゃったけど我慢した、いい子だからいい子とは夢あくんタコありがとうございます。安いとかじゃなくて普通になんか定価ですよ多分そう普通になんかいろんなところで売ってるやつが一つになってるだけで、そうめっちゃよかった。イコラブ流行の最先端行くから助かるって本当？そうでもそうなの、コスメっていろんなのがありすぎて何十種類何百種類ってあるか、もう何がいいか分かんないじゃないですか。そうおじさん、おじさんたちついてきてる私の話にねえ、コスメって沼だよ、コスメこそ沼だよあれは。イコラボ推しになってから男子だけどそういうの気にするようになってきた、いいことですよ寝かけてた、おいおいおじさんたちおじさんもこういうの分かってたら便利かもしれないから、おじさんもほらおじさんもさ、そうですよ男性もコスメする時代ですよ。オタクだから色違いでたくさん買いがち本当？19ですまだって、それは大変失礼いたしました、お兄さんでしたね納豆食べてる場合じゃないよ、スキンケアは買いますが、おおいいですね、スキンケアは大事ですよコスメより生写真じわいやでも本当にねプチプラでもいいのがいっぱいありますからね。握手会メイクしたおじさんまみれになったらあんちゃんのせいってかわいいじゃん、乾燥肌なもんでいいね、ちゃんと理解してるところがいいですよ、偉いですよ。そうよおじさんも女子力アップしましょうね。プチプラって何やって、プチプラはまあ結構薬局とかで売ってる、あんまりお値段がそんなに高くない、買いやすい感じ。グッズ買いすぎてお金ないよって、自分のお肌もね大事にしてね チョコプラシナモンカフェおじさまだらけ、いいじゃないの、いいじゃないの、あんなとないだしりょうさん、生写真にマジかももにゃん、ありがとうね、いっぱいゲットしてくれて。プチプラワイも探すかそうですねトミーくん、それが嬉しいです。コスメどうやったら勉強できるかなって、ゆいちゃんもさコスメ好きになる時代が来るよきっと。
最近知ったメーカー、キャンメイク。みんな大好きキャンメイクですね。私なんかのコスメでよければ、コラブのオタクみんな可愛い。だってコンティヌちゃんさ、あれなんだっけ、その男性のファンの方にさ、プレゼント用のコスメ聞かれてなんて答えたの？なんかコンティヌちゃんが言ったんかなって思ったのがあったよね、他のメンバーのコスメで。ジュリスチアートなんとか、すごい可愛いんだけど、ミクナコーデさん。ジュリスチアートのことかな。よね、コンティちゃんだと思うんだよね私。まさまるだと思った。だってオソロっしょ、私とオソロでしょ。ジェラピケいいよねって、うん、かわいい、定番のかわいい女の子。暴れないくんも、違うかな、オソロだね、だよね。なんかね、わかんない、全員が全員そのコンティニちゃんから教えてもらったって方じゃないかもしれないんですけど、なんかね、なんか4人ぐらいでも色が違ったりいろいろしたんだけど同じコスメだったの。ああそれはあんもファンの方にもらったとかって話したりメンバーとかでしてて、そんなにアドバイスしとらん。そっか、でもほんまにみんなそう、それそう、スックのやつ、そう、バレてるよ多分、わかんない違うかな、でも4人ぐらい同じものだったの、だからみんなで「すごい!」って言ってたの。そうでそんな感じ。そう、色違った。そう、みんな喜んでた、でもめっちゃみんな喜んでました、バレマルーって。あんなレーンって連番多いって嬉しいよ、あんなは。いやそんな届いたプレゼント全部は教え合ってないけど、たまたま、いたメンバーでその子が「なんちゃらな」とか言ったら「何何?」みたいになったりするけど、そう、そんな全然わかんない。怖くない。怖くない。全然怖くございません。そう、でもこれはほんまになんか、なんだろう、その例えば付箋とかだと取れちゃったりする時とかもあるから、とか何、レターパックに名前が書いてあるからじゃなくて、なんか普通にお手紙とか、ちょっとしたのでもいいから、そういうのでなんかちょっとこうなんちゃらのものを入れたよとか、なんか言うのとか、なんだろう、なそれプラスと名前があれば本当に助かります。そう、どなたからだろうっていうのがやっぱ申し訳ないので、そうプレゼントと一緒に置いてあるんですけど基本は、でもその中にこうプレゼントが何個かあって、お手紙もまたそのプレゼントの隣にある場合もあるし、多分そのファンの方の入れ方にもよるんですけど、そのボックスの方の違う、なんだろうな、ちょっと離れた方に、離れないけどそのなんだろうな、なんていうの、時もあるから、なんか送ったものと送ってそのくださった方の名前が書いてあれば一致すぐするから、どう離れちゃってもすぐ一致するから、そういうのは書いてくれた方がありがたいなって思います。そう、でもお手紙、普通にお手紙だけとかもいっぱい届くんですけど、めっちゃ嬉しいです。そうそう、なんかあと年賀状とか、そう今のシーズンだったら
嬉しいです。なんかね、お手紙はなんだろうな、ふとした時に読むとなんかよし頑張ろうって思えるかな。本当に誕生日とかになるとこうやってなんかパカピロリロリーンって音が鳴ったりします。コンテルちゃんは字でわかるよ。レターの絵柄は全然何でも良いですよ、字が書いてあれば。嬉しいですよ。思いが書いてあればとても嬉しいです。あー、この方はショールームで好きになってくれたんだなとか、あー、この方パフォーマンスからのことをしてくれたんだとか、そう思います。でもそんなね、考えすぎずお手紙を送ってください。全然こんな感じですかね。英語ではやめてください。英語では私読めないもんでね。充電しよう。そういえばぜひできれば日本語でお願いいたします。いや別にそんな、それぞれメンバーに送ったプレゼントは別にバレないですけどね。そんなバレたらダメなもの？そんな、そこまでバレないですけど。気持ちで。萩さん。日本語禁止時間じゃないよ。なんで？何が欲しいですか？ラブ。収まる。それはリサに報告してっていうこと。どんなに送ってもリサに使われるって言ってる人もいるし、知らんがな。ごめんが、それは知らん。知らん。それはラブは常に送ってるって。ありがとうございます。プレゼント質問が多い。段ボールに包装して送るん、うん、わかんない。どうやって届いてるのか。大阪で後ろでも見えたよって、よかった。あれですよね、なんか最後のところらへんはちょっと段がついてたよね。見えやすかったかな。リサはタワーより。めちゃ引きずられてんじゃん。デルファイさん、ラブ、ありがとうございます。女の子はね、愛されたいの。愛が欲しいんだよ、みんな。その台の最前にいて、ね、分かったよ、マジで分かった。それはほんまに分かった。それは分かった。エリ君のうちわがあれば見つかるでしょう。スーパー重い愛、ありがとう。リサお嬢。男の子も愛されたい。そうだよね、人間みんな愛されたいんだよ。愛が欲しいんだよ。どうすればラブが伝わるのかって。はるちゃん、伝わってるよ。でもみんなの愛は、私たちの愛は伝わってますか。いや、愛されるより愛したい。でも私はコンティヌちゃんを愛したい。伝わってました、よかった。みんなが伝わってるって言ってくれて、好きって言ってよ。ヨッシーさん、ツアー東京で全力届けるって。まさまる、待ってるよ。待ってるよ。あ、いただいてますって急なコメント。チロルさん。伝わってますよって。ヨシパンさん、
急にマイカくださいって言われた。それはちょっと考えるわそんなさくらさん嬉しいです。そうね、ごめんね、イコラブはね重いんよ、全員メンバーみんな重いんよ。でもそれってイコール一人一人のファンの方を大事にしてるってことなんだよ、分かってくれこの気持ちを。そう、重いイコール一人一人のファンの方を大事にしてるから、一人一人の一人でもこのファンの方最近来ないなとか、このファンの方を支援したんだとか、このファンの方こういうこと思っちゃってるのかなとかって考えちゃうんだよみんな。イコール重いんだけど、それはそうよ、重いって分かってんだよ、みんな分かってるんだよ。でもそれだけ私はこういう愛を届けたけど伝わらなかったのかなとかって不安になっちゃったりするんだよ。だからそれを受け取ってほしい。私たちも受け取ってもらえるように頑張るから付き合ってるのって受ける見ろじゃないわ村父さんなんで震えが止まらんのか分からんけど人間関係っていうほどなのか分かんないですけどさそれは分かんないですけど、愛なんですよ。もうイコールラブっていうグループ名なんだからしょうがないじゃないですか。愛っていうのがグループ名なんですから重いんですよ。そうなんですよ。何がシュワッチだよ推し変したら分かるんってめっちゃ面白いコメントしてくるやん。そうよ、軽く考えとったらあれやで、別に一人のファンの方がいなくなったって何とも思わなかったら、そんなんね逆に悲しいじゃないですか別に大した話してない、どうしたどうしたって別にあまり急にこんな話になっただけ、そこまでなんですけど、はいそう、最近はでもメンバー同士がラブラブすぎてごめんね、ファンの方にやきもち焼かしちゃってた。推しが武道館行ったら私も見たいんだよね。見れてない、のんのんのさあとこ行ってみなきゃ。あんちゃんの写真撮ってくださいぜひそう、でも今日ミーヤとねちょうど話してて、そのメンバー同士の話を、でよく友達にも本当にイコラブ仲いいのって聞かれるんだよねみたいな、ミーヤも言ってて、あもう聞かれるみたいな、でも本当に仲いいよねみたいな言うの、でも本当に仲いいんだよって私いつも言ってるんだってミーヤも言ってて、そうだから分かるみたいな、それめっちゃ聞かれるよねみたいな、やっぱアイドルってそういう偏見があるんだろうねってなって、でもイコラブは別にそういうのじゃないよねって、もちろん確かになんだろう、それぞれいろんな気持ちがある時だってあるし、もうねえ一回もそんなすれ違ったことないよっていうのは嘘だよ、それは分かってるし歌詞にもなってるし866の、だけど多分うちらって絶対仲いい方だと思うっていうのがすごいなぜか自信があって、そう絶対に、そう絶対仲悪くないしすごいいい意味で、なんだろう、そう逆に仲良すぎて怖い時もあるし、そうっていう話を今日ミーヤと話してました。そうでもなんかももクロさんを見てて、そのなんだろうな、4人とかでこうされてる時とか、なんだろうな、やっぱ分かる、なんか仲がいいっていうの伝わる、すごい、そうだからなんかイコラブもそういうグループでいたいなってすごい思うし、
まあ別にさ、そりゃ何いろいろその永遠にあれってわけじゃないけど、そうでもなんだかんだ言ってなんか仲いいっていうか、お互いがすごいメンバーのことをすごい大事に、なんだかんだ言って大事にしてるっていうところがすごいコラボのいいとこかな。みんながなんか12人じゃなきゃって思ってるところがすごいいいグループだなって思いますね。だって別にどのメンバーとでも2人で入れますもん。なんか2人でいるのは気まずいとかあるじゃないですか。4人ぐらいのグループだったら別にいいけど、2人ってなると話弾まないなとか、ちょっと2人ではホテル一緒やだなとかあるじゃないですか。ないもん別に、誰でもいい。そう、そういう風に誰でも別にいいなって思う。誰でも一緒に入れるから。そう、そういうとこは私は好きですねっていう話をまあミーニャと話してたんですけど、そう第一印象苦手だなって思ったメンバーいないかも。あんま何も考えてなかった。なんかそんなこと、でもメンバーこの子どうかなとか、そんなことより自分が受かってしまった、どうしよう受かっちゃった、え私東京に行くの、そっちの考えしかなかった。何あんまりそんな最近普通やでいや東京行かないの、いや東京行くんだけど、なんかこう受かりたいっていう気持ちはめちゃめちゃあったんですよ。けどなんかいざ受かっ、なんか今まですごい落ちてきたから、本当に受かるって思わなかったから、正直いや思わなかったって言っちゃいけないんだけど、なんだろう、でもこうなんだろうな、受か絶対受かるって思って落ちた方が辛いから、どうせ落ちるって思った方が自分にの気が楽だったから、なんかそうなんかね、なんか自分に保険をかけてたじゃないけど、それこそそう受験、そうそう受験とかと一緒ですよね。そうそれでえみたいな、えどうしようみたいな感じだったから、なんかもうメンバーがどうとか正直あんま覚えてない。メンバーこの子が怖かったとか、この子と話したとかもそこまで覚えてないですね。なんかとりあえず、あへ受かったみたいな、夢みたいなそんな感じでした本当にフルフルやめようってそう、それどころじゃなかった本当に。そうドキュメンタリーは見返したくないかもしれない。あのねオーディションの時はちょっとあんま見たくないミリニアに同い年見えないって言われたことも一個も覚えてなかったもん正直。え何も覚えてないもん、本当に覚えてないから、そうだからイオリとキアラと話したことしか私本当覚えてなくて、あとなんかリサが派手だなって思って、派手な服着てる子いるなって思ったぐらいで、リサの服はすごい今でも鮮明に覚えてたし、でノンナはショールーム1位の子っていうイメージ、でも別に当日ノンナのことはそんな見てないからって考えたらそこまで何も覚えてないんですよね。そう目が痛い、あんま覚えてないですねオーディションの日は。ユーリンが年下だと思ってたくだり好きってドキュメンタリーエピソード12に載ってるやつですね。あれは2周年の日に撮った映像ですね。いやキャータンはマジでピンクだったけどね。イコラブの良さに一つはドキュメンタリー入ってるよね絶対。なんかなんだろう、イコラブは、やっぱまだ世間的にはこう一人一人のキャラがきっとまだね薄いと思うんですよ。まだ本当はこうグループとしての個人として出さなきゃいけないっていうのは分かってるんですけど、
でもこうイコラムのことをもう本当にこうよく知ってくださってる方から見ると、なんだろう、もう全員の名前と顔が一致してるっていう方から見ると、なんだろう、個性あるってきっと思ってくれるんですよね。だから全員個性は出てるけど、でもまだそういう、なんだろうな、なんか一般でとか、例えば急に地上波に一人だけじゃバラエティに出ますってなった時にどういうキャラかっていうのとか、まだあんまりないのかなって思うから、やっぱそういうとこをね、少しずつ、個性は豊かなんだけど、そういうとこをまだこう、なんだろう、本当にイコラブのことを知ってくださってる方しか知らないと思うから、そう、でも本当に個性豊かってことは間違いないし、一人もキャラが被ってないっていうところは本当に間違いないことだなと思うから、そういう部分をね、また2020年外に発信する力もみんなで頑張っていきたいなって思いますね。多分グループが大きくなったら一人一人も大きくなるし、一人一人が大きくなればグループもね、きっと大きくなるから、そう、個性豊かな12人ソロホテル、確かに楽曲が全部いいのもイコラブのいいとこですよね。衣装が可愛いのもいいとこ、確かに確かに、それもそうだと思います。衣装可愛いんですよね、本当に。フランスボールの効果は分かりません。何時まで配信するの？もうちょっとで終わる。そう、今日はマヨラボ。そうなんだよ、ツアーと1公演なんだよ。そうなんだよ。そうなんだよ。ぴょんぴょんぴょん。私は今なんか楽しみなことがあって、楽しみっていうか、まあ、まだまだな話なんですけど、なんか1周年がゼップ東京、ライブはゼップ東京、わかんない、ちょっとどっちだっけで、まあ、やったじゃないですか。で2周年がまあ、ファイナルの差し入れもそうですね、はい、今一番身近で楽しみなとこはそうですね、差し入れなんですけど、それは置いといて、2周年が中野サンプラザだったんですよ。だから3周年コンサートどこでできるかなっていうのがどこだろうって、いつ発表かなっていうのを考えてます。ただ単に、でも武道館だってあれでしょ、武道館ってめっちゃ人多いじゃないですか。しかもあれでしょ、なんか今から工事されるんでしょ。そう、最近なんかね、まだ多分私たちが知らないような、そういう、まあ武道館とか東京ドームとかもさ、まあ、結構誰でも知ってるじゃないですか。でもさね、なんかそ
そのあんま知られてないじゃないけど、どことかでもさ、そうだからどこかなって思ってる。どこでできるかなって。九州どうって。九州行きたいよ、地方行きたいよ、広島も行きたいんだよ。そうでもね、9月じゃないですか、できるとしたら。まあ、9月ってオリンピックが、でもパラリンピックが、まあパラリンピックっていうのやってるのかな、多分9月ちょっとまで。そうだから、なんかどうなるんだろうっていうのを、なんかね、今日渚のステージどこだっけ、水族館でしょ。そうか、そう、今年は結構会場問題がきっといろいろあるんですよ。で、なんかどうなるのかなっていろいろ、今日ちょっと、なんだろう、ポスターでなんかオリンピックの開催期間みたいなのがね貼ってあったんですよ。それを見て、あ、9月、あ、ちょっとまでやっぱオリンピック期間なんだなって思って、あーでも3周年来るとしたら9月6日が3周年の日だしなって思って、うん、まあ周年のねイベントはまあ何かしらあるんじゃないかなって。コンサートかはどうかわかんないけど、まあ、何かしらあるかなって思いつつ、今年はどんなことがあるのかなって思いながら、あのそのポスターを眺めてたので、今日今その話をしましたそう、わしの家何人入れるん、教えて。でも今年の夏はさ、なんか私たちどうなるんだろう。やっぱイベントとかってさ減っちゃうのかな。 TIFF もさ8月なくなっちゃってるさ、まあ、10月にあるけどさね。でも TIFF って夏っていう、すっごいもう真夏っていうイメージだから、ちょっとなんか寂しい気持ちもあるけどね。そうなの、やっぱ地方が増えるのかな、どうなんだろう。アットジャムがね、でも8月あるんですけど、多分出れるのかは分かんないけど勝手にティフもアットジャムも喋ってるけどそういえば勝手に話してるね、どうなんだろう。もしマジで地方なのかな、どうなんだっていうのをね最近考えてる。どういう感じに、今年の夏ってどうなるんだろうって思ってるフランスで3周年いいですね。皆さんぜひ9月はフランスへ一緒に国際イベントに、国際グループになりたいと思います。在宅アイドルになっちゃう、ショールームばっか配信しちゃうかなお仕事逆になくなっちゃうのかなどうなんだろう、わかんない、どういう感じになるんだろうね、わかんないですね本当に。ショールームスタジオからライブ配信ですみたいな、みんなで12人であの歌って踊るんで、皆さん家でペンライトを振ってコールしてくださいって。そんなことあるか（笑）っていうのを今日考えながら、まあ、そのポスターを見てたわけですよ私は。そうよ、令和ならではの配信方法、ショールームだと写真が撮れない。ごめんが、そこはスクショでもいいか。はるちゃんの綺麗な写真がでも見たいな。VR。なんだ、だって将来のこと考えてるよ。まあ、数ヶ月先のことまでだけど。ねえ。っていうのをまあ考えてたっていう、急などうでもいい話。どうでもよくないけど。そう、みんな最善ですよ、ほんと全員に最善の権利が与えられる大事なことですよね。すごい、コンチネちゃん、
そうよ、一列目最前どころじゃない、独り占めですよ。全メンバー、全12人のメンバーを独り占め、1対12という環境の中コールを行うんです。どうでしょうか、アヤカーニバルですか。アーリンさんが本当に素敵な優しい言い方すぎて、もう本当にっていうか、ももクロさんの運営さんがもうきっとそうなんだろうなっていうのがすごい思ったし、あとももクロさんのファンの方もすごい優しいなって思ったし、なんかアーリンさんのプロ感がすごかった。やっぱりプロだなって、当たり前だけど本当にプロだなってすごい思いました。そう、また2月、そうびっくりした。私も花も書いてたけど、私もこそのももクロさんとフォーテートグループさんとかあのお名前があって、すごいって普通にすごいと思ってたら、まさかのなんか発表されてて、私たちも知らなかったんですよ。なんかツイッターで知ったんですよ。ツイッターでなんか石原さんのツイートを、その NHK ホールのやつ、そう2月にあるやつなんですけど、そのイベントを知ったのはその、 あのツイートで知ったんですよ。私たちも出るのみたいな、出れるのみたいな、だからと思ってめっちゃ嬉しかった。楽しみ、 NHK ホールですよ。楽しみ、イコラブのファンの方にも来てほしい。安心感があるから、やっぱりいつものファンの方とかイコラブのこと、イコラブをメインでじゃないけど、そういう風に見に来てくれた方とかがいらっしゃると安心する。コールとかメンバーの名前分かってくださってるファンの方がいると安心するから、ぜひ来てほしいです。出ると思った、マジ全然そんなこと思ってなかった。 AKB さんとかももクロさんとか考えたら全然出るなんて思ってなかった、これマジでびっくりした。あれは嬉しかったけどね。何、受信料だけ、そこをなんとか皆さん当たったら見届けに行きまして、待ってます、本当に待ってます。待ちしてます。てな感じで、そろそろ今日はショールームを終了したいと思っております。順位読みます。13位みやさん、12位とも、11位さくらさん、10位いとこんさん、9位せいた、8位じっすん、7位 MKT さん、6位ちえりちゃん、5位さしなゆいさん、4位たこつあんさん、3位ゆうみん、2位みどさん、1位ポークたまごさん、たまごです。ありがとうございます。1人目ランダムいきます。4人いきます。1人目、千里さん、2人目、ケロパンダさん、3人目、トゥトゥルントゥルトゥトゥルレオサムさん、ラスト4人目、トイさんです。ありがとうございました。今日は、今日今夜はマヨラボなので、ぜひ公開収録の様子、第2部の様子がきっと放送されるので、ショコミリが来てくれた方かな、なのでぜひ聞いてください。よろしくお願いします。それではおやすみなさい。じゃんけんします。せーの、じゃけんじゃんけんじゃんけんパー。ポークたまごさん、1位タワー、ありがとうございました。バイバイみんな。おやすみ。おやすみ、イトボール弁当箱。バイバーイ。